わかる？わかりません。わかる？いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉代です。本日のご質問は、整形したことを彼氏に打ち明けるべきでしょうか？墓場まで持っていくべきでしょうか？もし子供が自分に似たらどうしますか？という女性からのご質問です。わかりません。整形についてなんですけども、今の時代なんですけども、打ち明けるというですね、重いニュアンスで彼に伝える必要というのはないというふうに私は思います。美容整形というのは今では一般的な施術ということになっていて、技術も進んでメンテナンスもしやすくなっています。なので彼氏から聞かれたら軽く整えました程度でお伝えしてもよろしいのではないかと思います。仮にですね、子供に古いアルバムなどを見られて指摘を受けたら、大人になってから軽く整えたということを話して、もし自分が直したいと思ったんだったらば自分の意思でやりなさいということをお話ししてあげればいいんじゃないでしょうか。今回の整形なんですけども、あなたが自分で稼いだお金でやったのならば、お子様にも同じように自分のお金でやりなさいっていうことをお話ししてあげるというのも一つの教育だというふうに私だったら思います。これからの時代というのは、自分の顔は自分で作っていく時代だというふうに私は思います。足りないところを整形で補うっていうのは私は全然問題ないしありだと思うので、重く考えることなく彼氏に聞かれたらお話をすればいいんじゃないかなというふうに思いました。ちなみに肉代は美人に生まれたので何のお直しもしてなくて44歳でこんなに綺麗です。お母さんありがとう。以上、こんなん出ました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。またねー。